僕ちんと可愛い子ちゃん以外のやつらはえ、それあれやね、味方の魔物もってことやない。承知しましたわ、ブギー様。え、何、誰？気高き戦記マルティナ。お、ここからマルティナに移る？もうあの後はまあ、ひたすらの繰り返しってことか。ヨダスケ、ヨダスケ、ヨダスケして、あの勇者と、グロッタの町、合流するとこに続くと。たどり着いたわ。おい、あんた。あれや、舞踏会のところやね。見たところ、旅のものだろう。グロッタの町。あの町は今、ひどいありさまだと聞くよ。命が惜しけりゃ、よそへ行くんだな。なんだ、君は。ご忠告どうもありがとう。旅の商人かな。けれど。そういう場所だからこそ私はあの町に行かねばならないの。この闇に覆われた世界で苦しんでいる人たちを助ける、それこそが私の使命だから。やれやれ、こんな世界になっちまってみんな自分のことで精一杯だってのに、人助けなんてご立派なこった。でそのまま去っていくんか。あの人はグロッタの町から出てきたっていうわけでもないのか。もし生きていればきっと同じようにしているはず。こうして旅を続けていればまたどこかで会えるかもしれない。そうよね。やっぱみんなそれぞれ自分とゆかりのある町を助けていくって感じだよね。ユグノア地方、なんか結構チマッとしてるよね。何今の音、風？うわ、なんかめっちゃダンジョンみたいな状態になっとるけど、魔物たちがおるけん。街の中に魔物が、これは一体ね。元からまあ舞踏会とかが行われる場所やけんそういう感じではあったけど、魔物が中に入り込んだらより一層。あ、でもここはちょっと街っぽい、ちゃんと。俺たちに逆らうとって生意気なやつだ。まだ自分の立場ってもんが分かってねえようだな。二度と愚かな考えを持たぬよう、その根性を叩き直してやる。うわぁ、人間と魔物両方おるんかな、街中に。共存していきよる感じ。魔物の方が上なんやろうけど。立場的に。ブギー様に報告だ。ブギー様、豚かな、違うかな。なんとなく響き的に。助けてくれてありがとう。俺はグロッタの町で投資をしてたものさ。あんた仮面舞踏会に出場して準優勝したマルティナさんだよな。どうしてここに？私は人々を苦しめる魔物を退治しながら各地を旅しているの。その道中でこのグロッタの町が魔物に襲われたと聞いて、あ、一応他の町も救ってきたんや。話を聞かせてもらえるかしら。世界が闇に覆われた後、妖魔軍王ブギーって魔物が町を占拠して俺たち人間を働かせ始めたのさ。あー、やっぱそういう奴隷的な。元チャンピオンのハンフリーをはじめ何人かの闘士がブギーを倒しに向かったけど、その後誰一人戻ってきやしない。俺も何とか一矢報いようと魔物に逆らってみたけどこのざまさ。あとはもう普通の町人たちが人たちを放っておけないってことかな。そのブギーという魔物は私が倒してみせる。でもいくらあんただってブギーはこの町の3階。何、まっすぐな目に。かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。かつて、なんか破壊されたってこと？でも他の場所壊れてないけどね。意図的に壊したってことかな。ブギーを倒すなんていかに無謀か、この町に来たばかりのあんたには分かるはずもないだろうな。ブギーはこの町の3階、かつて闘技場があった場所にいるらしい。命が惜しくないなら行ってみなよ。なんかその辺に魔物おるけどさ、話せるんかな、それとも戦闘なんかな。
あ、話せる。ガッハッハ。兄貴は俺の憧れっす。なんかいいね。魔物同士のこういうの面白いよね。なるほど。一応、あれか。魔物たちその辺におるけど、街中やけん、戦闘とかとは違うってことやね。何？睨まれた。この階段から2階へ上がった先に人間どもが働く作業場がある。お前もさっさと行かんと痛い目を見るぞ。あ、そこにみんな集められとるけん、その辺に人がおらんってこと？しかし、人間どもを働かせてあんなものを作ろうだなんて、さすがはブギー様だ。ぐはは。何？何を作らせるって？で、ここが、どこ？ここが2階？ってことか？ここから先はお前には関係のない場所だ。さあ、さっさと持ち場に戻りやがれ。持ち場なんてねえよ、通らせろよ。無理なのか。おう、どうした、大丈夫か。くそ、魔物の奴ら偉そうに。こちとら休まず働かされてヘロヘロだってんだ。魔物たちはグロタの町を何に変えようとしているんだ。わけがわからねえぜ、まったく。城とかじゃない、違うんかな。おらおら、疲れた、もう限界だ。受付の、受付じゃないんか、ここは。案内所的な？ん、修理させられる。これ、スロットだよな。え、そうだろう。なんだ？てか、スロットは置いとけって言われとんかな。この上にある闘技場跡地には、スペシャルな施設ができる予定だ。この街の新たな目玉となる場所だからな。ブギー様が直々に現場を仕切って、人間たちに作業を指示してるんだぜ。へえ、この上、めっちゃなんか説明口調で言ってくれるよね。よしよし。迷わずに行けるけんいいわ、それ。この先から不気味な気配を感じる。階段を登って先に進みますか。戦闘に突入しそうな気配。でも行きます。あれ、でも帰ってきたものはいない。ブギー自体ここにおる。おらんよね。ブギーは別の場所。グロッタの町の人を苦しめるブギーとはお前のことね。何、どれどれやったん。へえ、いかにも僕ちんこそロトゼタシア一のダテ男、妖魔軍王ブギー様だじゃん。お前が僕ちんに宝をっていうおバカさんだね。さあ、その間抜け面を見せてみな。豚じゃなかった。ブギー！なになになに？かわいいってこと？かわいい！間抜け面ではなかったね。キラーパンサーのように艶やかな毛並み、ギガンテスバリに引き締まった筋肉、ボクチンのタイプ、ど真ん中だじゃん。魔物並みの何？魔物なりには褒めてる感じなの。君はこの瞬間からギガンテス出された時点で褒められた気がせんけど。一生ボクチンのそばにいてちょ。あれ、なんか前もそんな感じじゃなかったっけ。前もなんか魔物に気に入られてなかった。気のせいか。そんな可愛い顔で見つめられたら、あれは再会したんだやったっけ。記憶が曖昧だ。よし、素敵な君との親睦の証として僕ちんからプレゼントをあげちゃう。ぜひ受け取ってほしいな。でもこんだけなんかグイグイ来てくれよったらさ、なんか言いなりにさせれそうじゃない？じゃじゃじゃーん。僕ちん特製のバニースーツさ、絶対君に似合うから着てみちくり。変態やん。黙りなさい。ねえ、なんか立場を利用できるような気がするけど。出会ったばかりの二人が触れ合うなんてハレンチすぎるじゃん。まだ君の名前すら聞いてないのに。僕ちんはどうしても君にこれを着てもらいたいだけなんだ。今更ながら、ほら、あれを見て。あいつらに手を出されたくないなら、このバニースーツを着てくれないかにゃ。やっぱり人々を助けるためにいいとは言えんよね。はい。お、
あそこでいいえって言ったらめっちゃ人気じゃない多分自分に危害はこう、いや、確実に。自分で着替えなくても着替えさせられるやん。でも一応あれなんやね、こっちの承諾を得て着せるんやねそこはちゃんとしてくれるんや。僕人の目に狂いはなかった。さあ約束よ、早く人質を解放して真面目に私と戦いなさい。でもマルティナはな、ブギバニー、かっこいい感じの格好の方がいいそうやけどね。僕人、君のこともっと知りたいから二人きりでおしゃべりしたいな。というわけでブギー、なになになに、あいつら助けてくれんってこと？全権撤回ってことは。僕人と可愛い子ちゃん以外の奴らは、それあれやね、味方の魔物もってことやない？あ、承知しましたわ、ブギー様。え、何？誰？約束を破ったわね、卑怯者！おこたかもプリティだね。大丈夫、よくあんな体勢で止まっていけるね。安心して僕人のそばにいてよ。あんなでかい体して。いけない。あら、君は、君だけはそこに入っちゃダメだよ。吸い込まれた普通に。真っ暗な場所かと思ったら普通の建物の中。ここは一体、場所の名前がハテナ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 。なんかおるよあれ。何あれ。祈祷師的な。これもしかしてあれじゃない？ブギーのところに挑みに行った奴らってことやない？もう戦いたくない。謝るから。許してくれ。裏の世界に飛ばされた時の感じかな。別次元みたいな。ブギー様に盾ついた罪は重い。この妖魔の監獄であと一万回は戦いの練習台になってもらうぜ。ね、なんか場所は一緒なんやけど、みたいな感じ。なんて非道なことを。抵抗できない人を戦いの練習台にするなんて許さない。抵抗できない人ってどういうこと？能力が封じられてるとかそういう。頼むから余計なことはしないでくれ。でもあの魔物より強かったらあと1回で終わるってことよね。吹っ飛ばしたら。見ない顔だが新入りか安心しろ、この人間を殺しはしない。でもこの格好でうろつきよったらね、あのくだり知らんかったら、ブギー様に盾ついた罪をただの変態みたいな感じじゃない？骨にしびろまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。あ、じゃあ別にあれか、あそこにおった魔物たちは吸い込まれたところで別に関係ないってことかな。自分の順番が回ってくるまで、こっちはこっちで魔物の世界みたいです。震えて待つんだな。ここがどんな場所であろうと見過ごすわけにはいかないわ。よしてくれ。あんたがこいつらに逆らったら俺まで何をされるか。大丈夫、強いから。俺のことは放っておいてくれ。そんなに人助けがしたいならこの奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。ハンフリーとかもそっちにおるってことかな？結構ボロボロになってる感じ。わかったわ、この奥なのね。てか今の会話聞いてそっちを止めに行こうとは思わんのかな、この魔物は。いいから俺のことは放っておいてくれ。あんたが逆らえば俺まで何をされるか。この奥の監獄部屋には俺よりもひどい目に遭った連中が閉じ込められてる。そっちに行ってくれ。ブギー様に立てついた罪を骨身に染みるまで叩き込んでやるのがこの妖魔の監獄のルールなのさ。じきにお前も同じ目に遭わせてやる。
自分の順番が回ってくるまでせいぜい震えて待つんだな。ひゃははもうここにもおった。お仕置きの準備は楽しいな。どうです、げっげっげ、こっちでいいんかな。ほん、なんか中に、あ、これは別に牢屋じゃないんか。キッシッシ、あの本棚の中に空気になるぜ。なになになに、その独り言。でもめっちゃなんか見張られてる。ゲヒゲヒ。でも目の前で取り出すやつ。え、二人の愛の交換日記という本だ。何それ、どうでもいいんですけど。ああ、愛しのブギー様、あなたのことを考えると私の胸は会いたくてピクピク震えてしまいます。早くそのたくましいお腹を抱きしめたい。ほとばしる愛でぷよぷよし合いましょう。お返事ください、メガモリーヌより。誰ボクチンの可愛い子猫ちゃん、君のキングスライム教のプリプリボディはとっても魅力的だじょ。でもね、物事には順序ってものがあるじょ。まずは交換日記でお互いのことを知ってから魔王様に交際を認めてもらって。そういうの許可制？許可制なん？その後10年目の記念デートの時に二人は星空の下初めて手をつなぐんだじょ。ゆっくり愛を育んでいこうね、ブギーより。もう最初から10年付き合うこと決定？ブギーとメガモリーヌの愛のやりとりが何十ページにもわたって書かれている。マルティナはそっと本を閉じた。ね、メガモリーヌって誰？ね、メガモリーヌって誰？これ？違うよね。俺は見てしまったんだ。この部屋の奥にある本棚の中にブギー様が日記を隠しているのを。何が書かれているのか知りたいが、勝手に読んだらお怒りになるだろうし。クソ、気になってしょうがない。すごくどうでもよかった。でも、キングスライム級のプニプニしたって言ったけん、こいつではないってことよね。見張りなんかな、一応。ブギー様は恋多きプレイボーイと桃たちの間でも有名でゲヒが、実はとっても無駄純情ボーイなんだゲヒ。お付き合いしてるメガモリニン様とさえ、まだ手を繋いだこともないとか。いやはや、本当にピアノを語るゲヒ。お付き合いしてる人がいるのに、マルティナにあんな。あれじゃない？メガモリーヌとやらにそのこと知らせたらさ、切れるんじゃない？どいつか知らんけども。ブギー様は自分に立てついた者たちをお仕置きするため、忠実な右腕であるメガモリーヌ様にこの場所を満たさせた。お前ら人間もメガモリーヌ様のブギー様に対する忠義を見習って、しっかりと構成に励むんだぞ。あ、さっきの何？そのブラックホールみたいなのが、できた。あの時に喋りよったやつがメガモリーヌってこと。じゃあやりとり見とるんやないん？ねえ。何？どういう気持ちで。どういう気持ちで見よったん？もう嫌だ。でも一応なんか自由にっていうか、閉じ込められとるわけではなさげ。この空間からは出られんけど。はっ。ここにいる奴らは魔物たちに繰り返し戦いの練習台にさせられて、心身ともに疲れ果ってるんだ。俺もすっかり参っちまってるが、こうして助けを求める奴らのためにお祈りしてやってるんだよ。こう見えて俺は神父の資格を持ってるんだ。おお、マジで。気休めになるかわからんが、あんたもお祈りしていかないか？というわけで、信じる者は救われるってな。神父もやってる俺様に何か用かい？いや、大丈夫です。それじゃあまた来いよ。神さんの具があらんこと、あらんことをってな。神さん。やめろ、やめてくれ。うなされている。は、あれはちゃんと回復するんだろうか。お、爆弾石。何？誰？今の。びっくりした。今不満かった私。不面か。めっちゃびっくりした。吹き出しが出てなかったらわからんかったわ。もうダメだ。大丈夫？もうなんかベッドに戻る気力すら、ベッドなんて呼べるものじゃないかもしれんけど。六軍王のブギーや、この監獄を牛耳るメガモリーヌにとっちゃ、私ら人間はゴミみたいなもんだろうさ。こんな暗い世界に閉じ込められて、ろくな食事も与えてもらえず、このままじゃ本当に死んじまうよ。え？ご飯は？一切ってわけじゃないよね。殺しはしないって言ったし。ん？もしやこれがメガモリーヌなのでは？違うかな？後で声かけよう。へえ、次は私の番ですか？ってなんだ、人間か。ああ、よかった。魔物が俺を呼びに来るのかと思ったぜ。そろそろ次のお仕置きが始まる時間だ。神様。どうか俺だけには声がかかりませんように。ここにおる時点で無理じゃない？
てかハンフリーおらんくね。あ、すげえ寝そう。頼む、次のお仕置きまで寝かせてくれ。まあもうね、そんなん関係なく寝たいわね。ブツブツさん、お母さん、帰りたい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 。全然目が盛りんじゃなかった。まあ人間の姿はしてないってことよね。誰なんだか全くわからねえ。仮面舞踏会に参加していた。あ、でもなんか奥の貴族みたいな感じのやつは。みんな無事だったのね。ああ、おったね。あんたもここに落とされたのか。なるほど。お互いついてないな。あなたたちもブギーに立ち向かい、そのまま戻らなかったと聞いていたけれど、一体何があったというの？え、聞かんくてもわかるね。あれに吸い込まれてここに来たってことやろ？俺たちは戻れんやろ。ブギーに返り討ちに遭い、この妖魔の監獄に落とされちまったんだ。ここに落とされたものはね、ブギーに逆らった罪を償うまで魔物たちからお仕置きを受けるの。それはいつ償えるんだ？一人ずつ魔物たちの戦いの練習台にされ、たとえボロボロになって倒れたとしてもそれは続くのよ。なんて残酷なことを。僕たちを異空間に吸い込んで、ああ、マスクザハンさん、この妖魔の監獄で戦わせているのはメガモリーヌという魔物らしい。マルコ、え、全員その何練習しよる魔物より弱いってこと？そいつがいる限り強かったらね、僕たちはここでずっと戦い続けなければならない。毎日毎日恐怖と痛みに怯えながら。それは辛い日々だったでしょうね。どれぐらいの期間ここにおるんやろ。でもまだ希望は残っているはずよ。その話が本当ならメガモリーヌを倒せばここから脱出できるかもしれないわ。メガモリーヌは一体どこに？希望か、そんな言葉久しぶりに来、奴らに逆らったところでさらにひどい目に遭わされるのがオチさ。要は大元のブギーを倒さんとってこと？おとなしくしてたらいつか奴らも許してくれるかもしれねえ。いいからもう放っておいてくれよ。ああ、もう夢も希望もない感じ。でもそれじゃ何も変わらないわ。今立ち上がらなければ、ね、いつか許してくれる。いつかっていつって感じやん。噂で聞いたわ。悪魔の子が魔王を誕生させたせいで世界が壊れちゃったんだって。勇者のこと言いたくないけど、マルティナさんって悪魔の子と旅をしてたのよね。そんな人から何を言われたって。それは響かない。そろそろ次のお仕置きの時間だ。てか一回はさ、みんな勇者に助けてもらっといて、そんな手のひら返し。次はお前が戦う番だ。誰？我らがブギー様に立てついた罪、身をもって償ってもらうぞ。いやだ、そこか。僕はもう戦いたくない。やめなさい。それほどまでに人間と戦いたいのなら、なんかこっちはさ、技を出したらいかんとかなんとかあるってこと？まあ、でもそれでもこっちが強かったら関係ない気がするけど。面白いじゃない、ボットでのくせに。ほんと生意気なやつね。どこから見ようやろ。この声はメガモリーヌ様。生意気なやつって私大嫌いなの。だから特別に妖魔の監獄名物、地獄のお仕置きラッシュを味わわせてあげる。声めっちゃ可愛いんやけど、どんな子なんやろ。可愛いかな。ブギー様のお気に入りだからってこのメガモリーヌ様は容赦しないわよ。あ、でもあれか、何やった？何やった？なんか交換日記に書いてる感じでは、なんかでかそうな感じがするんやけど、名前的にもそうよね。希望がある限り私は戦う、それだけよ。まあ、でもマルティナですらギガンテスみたいな筋肉って言われよったけん、たとえ表現だけじゃわからんかな。どんなんか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。